それでは、Web とネイティブアプリの付き合い方を改めて考えるというタイトルで、私、キーリーが発表させていただきます。よろしくお願いします。話を始める前になんですが、まあ、アイスブレイクということで、まあ、このセッションはですね、この IOSDC では珍しく、Web に関するセッションになるんですけれども、まあ、このセッションにどういう人が聞きに来ているのかなというのが純粋に興味がありまして、まあ、こういう仕事を普段しているよみたいなことをですね、ぜひ、ニコニコのコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。はい。では、続いて自己紹介に行きたいと思います。はい、私、キーウィーと言います。ニフティライフスタイルという会社で、テックリードのような仕事をしております。で、今年も IOSDC のコアスタッフさせていただいております。最近は iOS というよりもサーバーサイドコトリンや AWS ラムダなどが主な仕事になっています。で、どういう人かで言うと、まあ、Swift 好きで iOS アプリも趣味で書いたり、仕事で書いたりしています。で、フロントエンド少しだけ。で、バックエンドはそこそこという感じですね。で、その他仕事で IOSDC のスポンサー調整なんかもやりまして、今回、ニフティライフスタイルからは、こんな感じのパンフレットにクイズを掲載させていただいております。ちょっと誤植とかあって申し訳ないんですが、ぜひまだ、チャレンジしてない方はチャレンジしてみてください。さて、本題です。皆さんの会社とかで、まあ、新しいサービスを作ることになりましたとなった時に、まあ、こんなやりとりがあるのかなというふうに思います。まあ、例えば、ある偉い人がネイティブアプリで出そうよというふうに言いますと。で、まあ別の偉い人はそれでウェブで良くないみたいな話をしたりします。で、私はネイティブアプリが好きなのでネイティブにしましょうよみたいなことを言ったりするかもしれないですし、まあきちんと、まあどういう技術にしたらいいかなというのをまあちゃんと考えた方がいいかなと思ったりもします。ウェブとネイティブアプリというのは、まあ昔からどういうふうに技術を選定していこうかみたいなところで、まあ、対立するというか、二極化するところあるかなと思います。最近だとさらにアップクリップスのような新しい技術なんかも出てきて、ますますどういうふうに使っていったらいいのかなというような悩みは多くなるかなと思います。このセッションでは、まあ、こんな感じの表、Web とネイティブアプリでそれぞれどういうことができてとかっていうようなことを埋めていくことで、その使い分けだったりとか組み合わせといったものを考えていきたいなと思います。ここからの中でちょっとサンプルサービスがあった方が分かりやすいので、まあ、こんな感じのスクショのサービスが出てきますが、まあ、個人でやってるサービスので、よかったら覗いてみてください。さて、では、Web とネイティブアプリ、一番身近なこの2つの列から埋めていきたいと思います。まず、流入経路ですが、Web サービスは当然ながら Web 検索。ネイティブアプリは App Store からの流入が主な流入経路になります。ホーム画面へ追加。これはネイティブアプリではもちろんですが、ウェブでもホーム画面へ追加することが可能です。これは、ブラウザのサファリのメニューのホーム画面に追加というメニューを選ぶことで、右のスクリーンショットのように、ホーム画面にアイコン付きで追加をすることが可能です。ただ、アプリ単体で起動動作をするかという意味で言うと、このウェブで、ブックマークをホーム画面に追加した場合は、ホーム画面からでもサファリが新しいタブで起動するという動作になります。ウェブは、オフライン動作をさせることが、まあ、基本的にはできません。ネイティブアプリは、まあ、起動だけだったらできますね。で、プッシュ通知も行うことができません。ちなみに、Android ならプッシュ通知することができます。また MacOS でも Web から通知をさせることが可能です。残念ながら iOS は通知をさせることができません。位置情報や Apple Pay など、こちらはジオロケーション API や Apple Pay JS、W3C のペイメントリクエスト API などを使うことで Web でも実装することが可能です。また、サインウィズアップルですが、こちらは Web でもまあ、ネイティブに対応するウェブサービスがある場合には当然、サインウィズアップルの機能が必要になりますので、ウェブでも、機能を使うことが可能です。ただし、バンドル ID が必須になっているですとか、あとは、サイン画面にアイコンを表示するには、対応するネイティブのアプリをリリースする必要があるといった形で、まあ、デベロッパー登録等々が必要になるという、注意があります。その他 OS 機能ですけれども、こちらは各種 JavaScript の API に準拠した実装が、Safari にもなされています。カメラ、マイクへのアクセスですとか、共有
メニューを出す。あるいは、iOS14 からは Picture in Picture の API も利用できるようになる予定です。逆に三角にしておりましたが、WebKit、Safari に実装されない API というものもありまして、いくつかの Web API は、意図しないユーザートラッキングに使われる可能性があるということで、安全に実装する方法が見つかるまでは実装しないことが表明されています。ここに挙げているような Bluetooth であるとか NFC といったような機能を使う場合には、ネイティブアプリを採用する必要があります。さて、Web とネイティブアプリの列を埋めることができました。では続いて、この PWA の列について考えていきたいと思います。そもそもこの PWA とは何なのか。PWA 略称で、正式にはプログレッシブウェブアップスというふうに呼びます。プログレッシブウェブアップスとは、まあ、雑に言うとネイティブアプリっぽく動くウェブアプリケーションのことなんですけれども、ウェブの技術を用いてより高機能、より高信頼でインストール可能という、まあ、従来のウェブにはない特徴があります。で、Google が推進している技術になります。この PWA は、ウェブアプリケーションの、まあ、一部なんですけれども、PWA と呼ばれるのに必要な技術要素としていくつかあります。一つは HTTPS 通信であること。もう一つは以下のいずれかまたは両方ということで Web App Manifest とサービスワーカー、ね、こちらが採用されていることというのがあります。順に簡単に紹介をしたいと思います。Web App Manifest とは Web アプリケーションに関する情報を記述した JSON ファイルのことです。サーバーに置いて使います。ホーム画面に追加した時のアプリ名やアイコンなどを定義することができます。書いてある通り、下の例の通り、ネーム、アプリの名前やアイコン、それから、ホーム画面でアイコンをタップした時に起動する URL や、背景色などを指定することが可能です。続いてサービスワーカーですが、こちらは、ブラウザとサーバーとの通信の中継をする JavaScript です。コンテンツのキャッシュや先読み等の利用、機能で利用します。例えば、下の図は今までの一般的な Web アプリケーションとサーバーの関係ですね。Web アプリケーションからページや画像などのリクエストをサーバーに送ると、その結果をサーバーからレスポンスとして返却をするというような図になっています。サービスワーカーはこの中間の役割を果たします。まあ、これだけだと特に、まあ、ただ集計しているだけなんですけれども、例えば、サーバーに、リクエストを届く前に挟むことができるので、キャッシュ API と組み合わせると、リクエストをサーバーに届かせずに、以前キャッシュしたリソースをそのまま返却するような形で、高速化をすることができたりですとか、あとは、オフライン時のみキャッシュを返却することでオフライン対応をしたり、あとは、キャッシュしたリソースを返却しつつ、ネットワークが通じている場合には、最新のリソースをサーバーにリクエストして、またキャッシュをし直すといったような機能をつけることも可能です。さて、そんな技術を使った PWA の、で使える機能というものを見ていきましょう。ユーザーへの流入経路は Web の一部ですので、Web 検索になります。ホーム画面へ追加は、まあ、ウェブと同じなので、同じ動線で追加をすることが可能です。PWA の特徴の一つに、インストール可能というものがありましたが、アプリ単体で起動動作をさせることが可能です。このようにですね、ブラウザのナビゲーションとか、ボタンといったものは非表示にすることが可能なので、まあ、一つのアプリのように、右のスクリーンショットでもわかる通り、サファリとは別のアプリのように立ち上げることが可能です。また、オフライン動作、高信頼性という特徴がありましたが、オフライン動作に関しても実装によって、動作させることが可能です。実装例として、アップシェルモデルというものがありますので、簡単に紹介をします。これは、情報を表示する側の部分だけはあらかじめキャッシュをしておき、中身のコンテンツだけ AJAX でサーバーから取得するというような実装方法です。最初、Web アプリケーション、PWA のアプリケーションをホーム画面から立ち上げたときに、まあ、サービスワーカーにまずページの読み込み、リクエストが行くんですが、まあ、この時点で、リクエスト、キャッシュをしたリソースを返却します。この時点では、その側というか、ナビゲーションとか、その部分だけを返却します。
で、その後、コンテンツの読み込みをサーバーに取りに行って、戻ってきたリソースを、その、読み込んでおいた HTML に埋め込むというような形で実装をすることが可能です。まあ、ネイティブアプリと非常に似た作り方だなというふうに見て取れるかと思います。逆に表示とコンテンツを分離した実装が必要なので、従来のサーバーで HTML をレンダリングして返却するみたいなところに後からこのアップシェル PWA の対応を入れようと思うとちょっと大変というところが特徴としてあります。はい。で、続いてプッシュ通知なんですが、まあ一つのアプリのように起動させられる PWA ですが、残念ながらプッシュ通知については Web の機能そのままに行うことができません。で、それ以外の機能についても、PWA 裏で動いているのはサファリなので、サファリの機能をそのまま、使うことができます。逆に使えない機能は使えません。以上で PWA については、列を埋めることができました。では最後に簡単にですが、AppClips についても見ていきたいと思います。AppClips は、WWDC2020 で、発表されたものになります。ネイティブアプリの一部として、まあ一つの体験を切り出したものというような、ことになっております。ですので、AppClips 単体ではなくて、対応するネイティブアプリとセットでリリースをするというものになります。で、最大の特徴は App Store からのインストールではなくて、まあ特定の URL だったりというところに、アクセスをしたときに一度ダウンロードして利用するというのが特徴になります。では、AppClips 見ていきましょう。先ほど紹介をした通り、ネイティブアプリの一部として実装しますので、主な開発言語も Swift になります。また、基本的なネイティブアプリで使える機能については、一部センシティブなデータ等を除いて AppClips でも利用することが可能です。特徴的なのは、都度ダウンロードして利用するというところで、ホーム画面の追加、最近使った AppClips などの一覧には出てくるんですが、一定期間が経過すると自動的に削除されたりですとか、あるいはプッシュ通知についても一定期間だけプッシュ通知を行うことができるというような制限があります。また、流入経路なんですけれども、主にリアル接点が多くてですね、NFC タグや QR コード、まあ今後出てくる AppClip コードなどがあります。で、Web サービスで考えますと、まあこの中でサファリアップバナーというものをに注目してみたいと思います。サファリアップバナー、従来スマートアップバナーとも呼んでおりましたが、これはサファリからアップクリプスを起動する、まあ、インストール起動を促すバナーです。ウェブサイトの一番上に出てくるバナーになります。で、これはもともとアプリのダウンロードを促すバナーとして提供されていた機能で、これを拡張したものになります。ですので、iOS 13以下ではアップクリプスの代わりに、ネイティブアプリのダウンロードを促すといったような、その、並列で書くことも可能です。で、開いているページの内容がその対応するクリプスでより高品質に体験できることが期待されているので、まあ、例えば商品選択ページでこのサファリアップバナーが出てきたら対応するアップクリプスではより高品質な商品選択ができるというその選択から購入までができるといったようなことが期待されるかなと思います。はい。以上でこの表、対応表を埋めることができました。では、この表をもとに改めて Web とネイティブアプリの付き合い方というところをいくつかのケースで見ていきたいと思います。で、まあ、ここからの内容は完全に私、キーウィによる試験になりますので、ぜひですね、異なる意見をお持ちの方、Ask the Speaker 等で、情報交換等させていただければなというふうに思います。まず、まあ、ここからは QA 形式で進めていこうかなと思うんですが、ネイティブアプリと同じ体験を Web とかプログレッシブ Web アップ含めて、体験することを提供することが可能かどうかというところですね。で、こちらは、残念ながら難しいかなと思っております。そのプログレッシブ Web アップ含めて、Safari や SDK で提供されている API を活用することで、このネイティブと同等の機能を提供するケースが非常に増えてきました。ただ一方、ウェブでは難しい機能とか表現もそれなりにあるかなと思っておりまして、まあ、例えば、まあ、ウェブ UI キット等で実装できるアニメーションが簡単に作るですとか、あるいはプッシュ通知、その他ブラウザでは使用できない機能、あとはウィジェットなどの最新の iOS 技術を活用した機能や体験については、やっぱりウェブだとちょっと難しいというところがあります。表で言うとこのあたりですね。プッシュ通知は正直ネイティブアプリ一択というのが現状になります。その他、ウェブでは使えない API もネイティブなら使えるということになっております。
では、じゃあ逆にどういう時に Web とか PWA というものを活用したらいいのかなというところなんですが、まあ、Web のメリットを享受したい時か、ネイティブアプリのリスクを回避したい時、まあ、当たり前なんですけれども、こういうことになります。で、先ほど Web でできることが増えてきたという話をしましたが、まあ、前のページで記載をしたその Web の機能面でのデメリットというものは、状況によってはそれほど気にならないこともあったりします。例えば細かい部分の完成度、そのアニメーションの滑らかさといったところよりも、まずは機能を広く提供したいですとか、あとはプッシュ通知が不要とか代替手段がある。あとはそのユーザーの課題解決に最新の OS 機能といったものは不要であるといったような場合ですね。こういう場合には、あまりその機能面でのデメリットって気にしなくてよくなるので、純粋にじゃあどっちがいいかなというのを比較することになります。で、その上で、例えばネイティブアプリのリスクって何だろうっていうふうに思うと、まあ専門知識が必要であること。まあやっぱりウェブと比べるとエンジニアの数が少ないですとか、あるいは1年間に1回以上は最新 SDK の対応を行わないといけないといったようなものがあります。あとは、まあネイティブアプリのみでサービス展開をすると考えたときに、Android 版も作らないとユーザー層が減ってしまうですとか、また自然流入がストア内のナビゲーション検索等に限られてしまうというようなところ。あとは、アプリ内コンテンツへの課金時にプラットフォーマーへの手数料が発生するというようなところが挙げられます。逆に Web のメリットですけれども、まあ、裏返しですね。Google などからの検索流入が見込めること。一部、パフォーマンス SEO 等の配慮が必要になりますが、まあ、アプリストアの検索流入と比べると母数は多いのかなと思います。また、Web を作れば iOS、Android の両 OS に一気に対応ができるというのもメリットになります。まあ、ただし、まあ、各 OS でユーザーが慣れた UI を表現するには独自実装が必要ということで、先ほどお見せしたこちらのスクリーンショットも、ナビゲーションバーやサブバーは CSS と JavaScript で独自実装してそれらしく見せたものになります。で、逆にこういう作り方をすると、iOS っぽく AI で作っているんですが、Android ユーザーにとって使いやすいかというとまた微妙なところというのがあります。また、Web のメリットとして審査不要、機能への課金も自由ですとか、まあ、あとは Web エンジニアの方が多いかなといったような先ほどの裏返しのようなメリットもあるかと思います。で、今度は、組み合わせて、まあ、両方を提供するというところを見ていきたいと思います。ネイティブアプリと PWA の両方を提供するメリット。ね。で、まあ、こちらは、まあ、いろいろあるんですが、一つにいろんな戦略を取ることが可能になるというメリットがあるかなと思います。まず、ネイティブアプリとウェブではそもそも流入経路が違いますので、まあ、ネイティブアプリを出すことで、そのアップストアからの、件で検索するユーザーを取り込むことができるというようなものがあります。また、iOS ネイティブアプリと PWA を組み合わせると、まあ、マルチデバイス対応を比較的低コストで提供できるということで、まあ、Android のネイティブアプリを作らなくても、まあ、ウェブ、まあ、あとは PC と一緒に、提供するというようなことも可能です。ちなみに Android では PWA を Google Play にアプリとして配信をすることも可能だったりしますので、興味のある方はぜひ調べてみてください。続いて、Web と AppClips の両方を提供するメリットですね。まあ、AppClips、ネイティブアプリがあることが前提になるんですけれども、まあ、ネイティブアプリの読み水としては使えるかなと思っております。正直、リアル接点を持たないようなウェブサービスから見ると、アップクリップスを提供するメリットって非常に限定的かなと思っています。まあ、その中でどういうメリットがあるかというと、まあ、ウェブ版の利用よりもアップインストールを促したいというような場合に、アップストア以外でのインストールのきっかけを提供することができるという一つメリットがあります。また、まあ、オフラインでの広告展開時にアップクリップスを挟むことで従来のアプリインストールよりも多くのユーザーにサービスをまずは使ってもらうというような可能性もあるかと思います。最後に簡単ですがまとめです。ブラウザの進化によりネイティブじゃないと機能を提供できないという状況はだいぶ減ってきました。まあ、例えばそのホーム画面にインストールしてもらう方が再保率が高いよねみたいな理由であれば Web でも十分提供することが可能です。ですので、サービスの利用形態、提供形態を考える際は、Web とネイティブのメリット、デメリットをきちんと比較して検討する必要が出てきたと言えると思います。で、今回紹介したメリット、デメリットはあくまで試験によるものなので、他にそれぞれに適したユースケース等があれば、ぜひ共有していただけると、幸いです。以上で発表を終わります。聞いていただきましてありがとうございました。